はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウフィッです。では今回は信長の野望大使パープキット前田刑事物語やっていきましょう。と言いつつ前田刑事がここまでなんかあんまり活躍してないじゃんっていうね、お叱りをいただいてしまいそうなそんなプレイになってしまっているので、ここからもう前田刑事ね、前面に出していきましょう。報告いたします。お、なんか10名が成長したっていうの、これ確認したいな。確認しましょうか。交渉塾とかやっぱ塾系がしっかり生きてきてるね、この辺は。塾をしっかり立てて、部下たちの能力を上げていくっていうのは重要ですね。ゲチよ。お金に余裕はあるんで、今兵糧がないことを考えると決戦、まあ、合戦は控えて、できるだけ内政で力を蓄えていくというのが良さそうですね。はっ。はっ。なのでここはもう思い切って立てていきましょう。いろいろ施設、ちょっと待ってね。継続発展できるところある？継続発展させよう。ほう。そしたら新設します。まずは、砦はある程度敵と、まあ、接触する可能性のある場所、近くでは、立てておきたいよね。で、ある程度それが整ったら、兵糧が欲しいので、兵糧を立てていく。承知。とはいえ、漁村はこれが限界だな。で、あとは貯水池だな。兵糧欲しいからね。とにかく兵糧が欲しい。ただ、武芸塾。武芸塾。これでね、刑事を鬼の領域にまで持っていきたい。傭兵塾は会津若松で作っておいて、影勝をさらに修練させる。それでいこう。で、あと連兵所だな。合戦に出ていく可能性が高いのが渡り城とかね、この辺りは丸森城を含めて、かしこまりました。合戦に出ていく可能性が非常に高いので、当面の間はね、連兵場を作って、ここから出陣する武将、部隊の士気を高めておきましょう。小峰城に入った刑事。さすがよ、刑事、武勇102。真田が徳川に飲み込まれたね。これを早く伊達を飲み込んで勢力を大きくしないと危ないよな。もう徳川と
隣接しましたからね。佐竹が敗れたか、しかもここで。どうする？ちょっと攻略を急ぐ必要があるね。報告いたします。先月の収支です。まず徳川が真田を送って、佐竹も徳川に食われる可能性が非常に高いってことを考えると、なんとかそうならないように手を打ってあげたいですよね。はっ。かといって兵を出すこともできないしな。まだ徳川と戦端を開くのは早すぎるよ。かしこまりました。とはいえもたもたしていてもしょうがない。今ちなみに政宗と戦端を開くとどうなる？ちょっと実際に出陣するかどうかは別にして見てみると、政宗軍3000に対して影勝1万5000で戦える。これは理不尽を攻略しよう。部隊編成も一応確認する。刑事。騎馬隊2100。任せたぞ。で、金継ぐは鉄砲隊。これで、陸城を取る。政宗軍が1400。我々が14500。このまままともにぶつかっても勝ち目はないので、集結後に戦場を変える。遅れる者は斬る。農兵のレベル上げてきたな。そしたらこちらも変えるぞ。と思ったけど対名が打てない。対名ポイント足らずというところだな。しょうがないね。どこに戦場を設定するかだな。出陣するぞ。報告します。こちらから先に戦を仕掛けたくない。表情を始める。ちょっとここは対面が欲しい。ちょっとでもで、あとは変えよう。影勝に変える。さすが影勝。あと対名のポイントが高いものを優先しよう。今回に関しては表情を終える。鉄砲防御を上げる。これは大きいね。対伊達という意味ではこんなところか。そうなるとあとは対名を発動するのを忘れないようにしなきゃいけないね。かしこまりました。政宗との決戦に備えて。で、さらに開発もやりましょう。もうお金に心配はなくなっているので、
傭兵塾をひたすら立てていくぞ。はっ。統率を上げてもらわないとね。で、さらにこのあと間違いなく徳川が攻めかかってくるので、その徳川に備える必要があるな。ちょっと待ってね。徳川に備えるという意味では、さらに防塁も築いておく。かしこまりました。はっ。こんなところかな。本当はね、商人町とかそういうのでしっかりと収入を増やしていきたいとこなんだけど、ちょっと難しいかな。梶村とかを作っておきましょう。承知。何もできないところはやれることをやっておきます。継続あっていきます。かしこまった。はっ。かしこまりました。はっ。はっ。で、発展だね。承知いたしました。これでもう金がすっからかんか。半分減っちゃったね。しょうがない。ここでどうしても兵糧が欲しいので、少量とはいえ兵糧をゲットする。で、対名の発動も行いましょう。欲しいのにちょっとだけ届かないね。足軽精錬が欲しかったんですが届かない。しょうがない。このまま決戦に挑みましょう。今は待て。さあどう出る？参る。後に続け。お、ちょっと待って、ちょっと待って。これさ、確実に兵糧切れだろう。参る。後に続け。政宗は退陣したはいいものの、兵糧切れと見た。五詰め決戦で出てこい。リフ城を落とす。敵の兵糧はほぼない。兼継の言うことが間違いないのであれば、自動布陣の方位、これで終わらせる。ただこちらも兵糧を買わないといけないよね。報告します。先月の収支です。6230減るわけでしょ。ご命令を。まあ、もちろん進出系は行うにせよだ。兵糧を買わねばならないな。取り計らいます。これでなんとかなるのか。
あと15日、兵糧は13日しか持たない。どうなんだろうね。我々の兵糧は11日。伊達の兵糧は13日。なんかこっちの方が兵糧足りなそうになるけど。お互い兵糧が心もとないと言い始使めいるのな。ものが来たようです。伊達から交渉の申し出。これさ、だってもう、無条件はないでしょうよ。いやー、これはないな。拒否。撃って出てきたってここか。ちょっと待って、ここはさ、揺らがないんでしょ？揺らがないんだったら、ここはもうお任せしますよ。戦に勝つが、おののふの役目よ。よし、陸上は取ったね。なんか、しょぼい感じにはなったけど。陸上に武将を入れてあげなきゃいけないな。まあ、武将はすぐに入れましょう。我が領内に敵が迫っております。マジか。交渉。すぐに交渉だ。講和。かしこまりました。いやー、それにしてもさ、ちょっとやり方えぐいな。政宗も。兵糧切れになるだろう。そんな兵糧あるのか。よし、兵糧が入った。これで生き残った報告な。しますね。先月の収支です。とはいえ3000しか入んないのか、兵糧が。ごい命や、令を。兵糧きついな。開墾するにしても、結局、どこが一番、ね、流民が多いかっていうところを見極めていかなきゃいけないからね。まあ、会津若松は間違いないね。開墾。さらに二本松でも開かし墾こしまりよました。う。で、兵糧を買いたいけど、どうする？取買う？引を行いましょう。いやー、これちょっと一旦は、籠城する構えで行こう。敵もね、ここで兵糧満パンになって出てくるわけでしょ？なかなかきついよな。とりあえず、武将を配属しないといけないので配属する。陸上には誰を入れる？国旗を入れよう。かしこまった。かしこまりました。渡り以上に兵を出すにも少し兵糧が心配な数値なんだよね。
我に続け。まあ、渡り城に一応援軍は出さないといけないので援軍は出す。遅れる者は斬る。来たな正宗。我に続け。さあ、最上と秋田ですが、ここは最上について、最上の心象を良くしておきます。よし、伊達との講和がなったのですぐに騎乗させる。で、一旦こちらとしてもすり減った兵糧を回復させたいので、歩兵をね変更していきましょう。次のターンで。いや、ちょっと地震とか一揆とかさ、きついな、今タイミングで出されても。先月の終始です。表情を始める。この策はいかがでしょうか。兵站管理、兵糧の消費量減少中。これすぐにやりたい。すぐにやりたいな。軍事と、そうなると対面ではなくて農業かな。金継ぎでしょ、刑事でしょ、あとは本庄だな。表情を終える。兵站管理はいける。軍馬の流通や品種改良だな。今はちょっとでも兵糧を貯めたい。で、英才教育も入れちゃいます。ゲチよ。さあ、では内政からいきます。かしこまりました。で、他はもう進出できるところはなければ、投資だよね。ずーっと見てきたけど投資しかない。投資するは。でだ、歩兵をちょっと変更していきます。は。は。あと、お金ももうすっからかんだよね。そうなると開発もできないので、ターンを送るしかないね。まあ、幸い、リフ城が取れたので、残った伊達の拠点が3つ。まあ、それでも伊達、9000の兵集めてくるからな。まあ、1万に達するという数にはなりそうですね。越前、織田家は徳川によって滅ぼされたか。いや、徳川のでかくなり方がちょっとえぐいね。八須賀も長宗我部に滅ぼされた。まあ長宗我部も全然だから生きてますよね。本来だったら関ヶ原の戦いで取り潰されていた。長宗我部は報告いたします。先月の収支です。お金は余裕があるので、金で兵糧をゲットしていくというのをちょっと念頭に入れていくしかないな。一気が収まらないと何もできない。
まずはすぐに実利が得られる漁村系を作っていきたいけど、漁村はもうできてるね。となるとあとは貯水池だな。かしこまりました。困ったね。どこで何をやるにも兵糧をゲットしないと話にならないんですが、その兵糧がうまいこと手に入らないな。はっ！かしこまりました。かしこまった。継続発展はできるところはさせていく。承知いたしました。はっ。はっ。発展はどうする。かしこまりました。はっ。とにかくね、騎馬隊で刑事を活躍させたいという思いはあるんですが、それ以前に兵糧だよね、兵糧。どうやって兵糧をゲットしていくか。ちょっとずつでも買っていきましょう。で、感情が手に入ってるんで、そろそろ家臣の様子も確認しましょう。藤田、二本松、平林、本庄。本庄、離反されるときつい武将をやっぱり重点的にね、感情を与えていきたいので、まずは、黄色い奴らには全員感情を与えよう。かたじけない。感情では忠誠が上がらない者が何人かいたな。兵糧を溜め込まないとちょっとしばらく合戦はできなそうですよね。会津若松は兵数をちょっとどんどんこう減らしていかなきゃ。次の秋で報告いたします。もうちょっとね、先月の終始です。兵糧が入ってくるようにしておかないとしんどいので、ご命令を。まずはお金ですね。お金、もうね、お金大好きマンなんで投資をしておこう。かしこまりました。で、さらにはが出せないもんね。いやー、しんどいこと言ってくれるな。は、民主回廊は入れてるので。かしこまりました。で、交渉する場面じゃないしね、今はね。やっぱり歩兵だよね、歩兵。歩兵で会津若松の歩兵を減らす。農民の数を減らす。はっ。他はもう歩兵すらできないので、一旦止め置きましょう。で、対面を打つタイミングでもないし、あとは開発かな。継続発展と発展をさせて、どんどこどんどこ、馬の数を増やすしかないね。かしこまりました。は、貯水池も増やせるなら増やしちゃって。はっ。かしこまった。は
かしこまった。こんなところかな。お金ももうちょっとキツにはなってきてるんですけど、それ以上に兵糧だよね、兵糧。なんとかしなきゃいけないのは。はい。ではね、時間も30分というところになりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回は、まあ、再び伊達と回戦をしていきたいなというふうに思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いします。あと、ちょっと兵糧をね、なんとか増やしたいので、その兵糧をね、増やすことも考えたいなというふうに思いますので、何かね、皆さんアドバイスあれば、教えていただければ嬉しいなというふうに思います。では今回は、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。